こんにちは。ワンちゃん自然療法、歯科衛生士のヨッシーこと鈴木よしみと、相棒のコルくんです。さあ、今日はですね、質問にお答えしちゃおうコーナーということで、一番多い質問に、回答をし、そして解決策まで、お伝えしたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さあ、一番ですね、多い、ご質問。それが、犬にお口のケアは必要なのかということなんですね。やっぱりね、歯磨きさせてくれない。ね、やらなきゃいけないと思ってるけども、させてくれないんだよとか。あとね、うちの子まだ若いから大丈夫ですよねっていうふうにも言われるんですけれども、答えはですね、歯周病予防や治療は一日も早く始めた方がいいですということです。で、この予防っていうのはね、もう1歳からでも始めていただく。それが、おすすめになります。で、なんでかっていうと、もうね、1歳の時点では、実は歯周病菌をね、お口の中に持っているという状態も多々あります。そして、3歳にはですね、何らかの歯肉炎だったりとか、歯周病だったりを発症してしまっているっていうワンちゃんが本当に多いんですね。ということは、大人になる前にも始めていただいてもいいですし、もうなってしまってからでもですね、何かしら対策をしていただくのがいいんじゃないかと思うんですね。もう何かしらの対策をしておかないとですね、もうどんどんひどくなる一方というふうになります。で、うちの子、まだ若いから、というところで、ちょっとね、これは飼い主さんが見てびっくりしちゃったものがありますので、ご覧ください。この子はですね、2歳のポメラニアンさんのお口の中になります。で、こんな感じでですね、実は、丸いつぶつぶは善玉菌と呼ばれる、まあ、いてもいい菌なんですけれども、ビュン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 走っているものがあると思います。これは何かと言いますと、いてほしくない歯周病菌なんですね。2歳のお口の中でも、これだけの歯周病菌がいることがあるということです。で、この子はですね、見た目にはそんなにね、歯石がびっしりついてるとかっていうことではなかったので、このお口の中の、顕微鏡のね、状態を見たらですね、飼い主さん本当にびっくりされていたんですけれども、やはり、人に飼育されているワンちゃんというのはね、歯周病菌持ってても全然おかしくない。そして、歯磨きをしたり、口腔ケアをしないでいるとですね、その歯周病菌はどんどん増えていくんだよっていうことを、この飼い主さんは、もう本当に痛感していただきましてですね、もう今日から始めますっていうふうにおっしゃってたんですけれども、お口のケアをした方がいいであろうということは知っていたとしてもですよ。ただ、歯ブラシをね、じゃあさせてくれるかっていうと、させてくれないことの方がね、多いんじゃないかと思います。飼い主さんが一番悩むのが、やっぱりそこかなというふうに思うんですね。その場合、ぜひ試してみていただきたいのが、お口の歯周病菌に働くジェルなどをですね、しっかり使っていただくということになります。で、これはもういろんな製品がね、ジェルだったり、スプレーだったり、書いてます。なので、皆さんもね、一度は目にしたこともあるでしょうし、あとはね、使ってみたこともあるんじゃないかなと思います。ね、スプレーとかでシュッとやるとね、バーってなったりとかしますけれども。まあ、そうやってね、嫌がったから、やってないんだよっていう方もですね、ぜひ選ぶ際のポイント、ここを押さえてね、再度トライしていただきたいんですね。まず、一つ目のポイントとしては、乳酸菌などを主成分にしている、そういったね、ジェルを選んでください。口臭とか歯周病の原因というのはね、増えすぎた細菌によるものになりますので、これを減らすためには、善玉菌、乳酸菌などですね、これをですね、お口の中に多く、留めておいてあげる、摂取してあげるっていうことが必要になります。なので、そのジェルは、乳酸菌をしっかり含んでいるかなっていうところをね、ぜひ確認していただきたいんですね。で、例えば、青りんごの香りとかでですね、お口の中にこう使ったとき、シュッと使ったときには、いい匂いになる。っていうので、あ、これで良かったんだって思われる飼い主さんもね、いらしたんですけれども、違います。はい。香料で、ごまかしているだけだとですね、結局ね、お口の環境改善にはならないんですね。で、しかもね、青リンゴの、こう、いい果汁が入ってるとかそういうわけではない、香料、香りの、元だけになりますので、それはね、ワンちゃんの体にとっては、言ってみれば不要なものだったりするわけですね。なので、ぜひ香料で、ごまかしてしまわずに、しっかりとお口の中で働くもの、乳酸菌などが入ったものを選んでいただきたいということです。そしてそれを選んだらですね、次は続けることです。もう人でもそうだと思うんですけど、ヨーグルトね、一回食べたからって言って、納豆一回食べたからって言ってね、環境が整うわけではないです。なので、ぜひワンちゃんの場合でもですね、その乳酸菌の入ったジェルとか、そういったものを口腔ケアのためにはですね、続けていただくというのが重要になります。で、善玉菌が多いお口の中を作ってあげることで、お口の中には全部でですね、犬の場合はね、400種類ぐらい細菌がいると言われてるんですね。で、あ、大丈夫ですよ。それがね、全部悪い菌とかいうことではなくて、いい菌もいれば悪い菌もいて、そして、どっちでもない日和菌というのもいて、これで全部で400なんですね。なので、その中でも多いですね。日和菌というのを味方につけてあげるっていうのが、実は裏技だったりします。で、この日和菌はですね、多い方に味方をするという、非常になんか
日和見だからどっちにも行っちゃうっていうものなんですね。で、それはじゃあ悪い菌が多くなったらどうなるかっていうと、この悪い菌に仲間入りしてですね、悪い菌をどんどん増やしていくっていう作用があります。で、じゃあ逆に、いい菌が多ければこっちにも味方をするわけですね。なので、そのジェルなどを継続的に摂取をすることでいい菌を増やして日和見菌も味方につけてお口の中をいい状態に保ちましょうというのがそのジェルの役割になります。で、このジェルですね、すごく揚げるのが簡単だからね、おすすめなんですよね。うちでね、今よく使っているのがですね、こちらのペロワンという製品なんですが、これはもう本当にスプーンにですね、1回分を取ります。そして、これをですね、はい、こんな感じで、ペロ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 。はい、舐めさせるだけでいいんですね。これだったら歯磨きできないっていう子もですね、喜んで、食べてくれるんじゃないかと思います。で、ただ、この揚げるだけでですよ。揚げるだけなのに全然変わってくるんですね。たったこれだけなのにお口の中が全然変わってきます。まずね、お口の匂いがね、気にならなくなってきます。そして、思考もつきにくくなってくるんですね。お通じも、これは私の体感レベルですけれども、やっぱりね、腸の調子も良くなってきた気がしますね。もう食事の後は快便でございます、コルクはね。しっかりね、つかめる、いいうんちをしています。そして、まあ、当然、快眠もありますね。よく寝ます。なので、とっても元気なんですね。この子は3歳でうちに来て、今ね、5歳なので2年、一緒にいますけれども、この間ですね、病院というのは予防接種だったりとか、あと定期検診だったりとかね、そういったことだけしか行かないで済んでおります。やっぱり、ワンちゃんがですね、元気でいてくれるっていうのはね、飼い主さんみんな願っていることだと思いますので、もう元気すぎて困るぐらいの方がね、いいと思います。うちもね、もう毎日毎日、遊ぼう遊ぼう、お散歩お散歩、バーっていうふうにですね、実は、走り回っておりますけれども、そんな感じでね、ワンちゃんのね、日頃からの健康というのを手に入れていくのがいいかなと思います。で、歯周病の心配がないとかね、あとは今よりいい状態にしてあげるっていうことは、まあ、飼い主さんしかできないことなんですよね。ワンちゃん自身は、自分でね、歯周病のケアとかできないわけです。なので、ぜひ飼い主さんがね、やってあげられることの一つにですね、まあ、最重要に加えていただけると、もういいことがたくさんあると思います。で、歯ブラシができなくてもですよ、まあ、さっきみたいなね、ジェルとかね、改善できる便利なものいっぱいあります。なので、そちらを上手に使って、あなたのワンちゃんをもっと喜ばせてあげてください。歯磨きね、とはいえ、まあ、ちょっとゆくゆくはできるようにしたいなとか、あとは、お口の中の健康だけじゃなくてですね、実は皮膚のトラブルだったりとかね、そういったこともね、まあ、体の中から原因で、なっているっていうこともあると思います。なので、そういったね、体の中から健康でいてほしいという飼い主さんのための、情報というのは、ワンちゃん自然療法、LINE 公式の方でもね、お伝えしております。概要欄の方からぜひお友達登録してですね、覗いてみていただければと思います。それでは本日のまとめです。愛犬が健康でいてくれるためには、歯周病予防や治療、これは、まあ、1日でも早く始めていただいた方がいい。そして予防に関しては、もう1歳からでも始めていただいた方がいいですということでした。そして、2つ目が、歯ブラシができないという場合には、ぜひ、乳酸菌を主成分としたジェルなどを上手に使ってみてください。お口の中に善玉菌を増やしてあげることによって、あなたの愛犬の歯周病対策になります。舐めるだけでも OK なので、ぜひ今日から試してみてください。ということで、次回も飼い主さんがワンちゃんの健康を守る方法、コル君と一緒にお伝えしていきます。チャンネル登録、あとね、ベル通知の方もオンにしておいていただきますと通知がいきますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それでは、今日も愛犬と楽しい毎日をお過ごしください。またねー。